はい、こんにちは皆さん。本日はウランバートル市の中心にあるエーデルワイスアートホテルというホテルから皆さんにお届けしたいなと思っております。よろしくお願いします。では中入ってみたいと思います。はい、36.3 入場できますね。はい、中に入ってきました。まあ早速なんですけど、今モンゴルのコロナ事情について皆さんにお伝えしたいなと思っております。そうですね、早速なんですが、モンゴル、まあ4月下旬からコロナの状況がちょっと悪化しまして、 1週間の1日あたりの平均が1300名の感染者が確認されてました。まあ、その後、ロックダウン政策が取られ、5月の頭、まあ、8日に解除、ロックダウンが解除されて、そこからまあ徐々に、感染状況も良くなってきて、今1日現在7月27日の状態ですと1日あたり600名、まあ、ピーク時と比べたら半分近く減ってきている状況になってます。そうですね。で、ロックダウン、まあ、解除されてから、まあ、いくつか規制などがまだあったんですけども、今徐々に緩和されてきて、特に、地方への移動が、規制されてたんですけども、ワクチン2次接種まで受けて、でそこから2週間が過ぎている方であれば、地方の方に移動が自由という形になってまして、でやっぱりレストランや、サービス業の方々の店やそういうデパートなどスーパーマーケットなどは、時間規制されていつもよりは早く閉めたりとかしてたんですけど、今は、コロナより前の通常通りの時間で運営してたり、で一部のレストランいやホテルなどは、今私もエーデルワイスアートホテルに来てるんですけども、営業開始されている状況にあります。はい、ワクチン接種の状況なんですけども、全国民の大体、ワクチン対象者なんですけど220万人がいるんですけど、そのうち第一次接種を受けているのが183万人、約7割近くの方が第一次接種を受けておりまして、二次接種なんですけども、そのうち83万人が今現在受けておりまして、全体としては、ワクチン接種を受けている方の数は260万人近くになっており、まあ、もうすぐ、集団免疫がつくんじゃないかと言われているくらいです。ちなみになんですけど、うちは弊社の従業員は全員二次接種を受けている状況になっています。でやっぱりコロナの事情でやっぱり私たちの生活模様もだいぶというか、まあ、変わってきているところもありまして、例えば挨拶するときにやっぱり前は握手だったんですけど、今はやっぱりグータッチだったり肘タッチなどの挨拶してたりとか、あと基本的にお手洗いするのはやっぱり頻繁に行われるようになってたりとか、マスクつけてこういう店やレストランコーヒーショップなどで、入るときはやっぱマスク当たり前とか、そんな感じになってきてますね。そうですね。でまた外国人の観光客の受け入れなんですけども、本当はもともとは5月1日から国境を開いて全ての国との国境を通常通りに戻す予定だったんですけども、やっぱ4月の感染ピークを受けて、政府がその期間をちょっと1ヶ月延期して6月から開国する予定にしております。で現在今あちこちの所長で、まあ、対策が考えられており、まあ、今のところ一番の有力なのが、
2次接種までワクチン、どの、メーカーさんでもいいんで、2次接種まで受けて、そこから2週間経過してる、なおかつ PCR 検査の証明書を提示すれば、モンゴルに入国の際、隔離措置のない状態で入国させるという案が今、一番有力な状態になってます。で、まあ、こんな状況になってますが、まあ、これからモンゴル航空の便数ももともと少ないですけど、通常通りに戻って、皆さんがまたモンゴルに旅行できる状況がいち早くなるようにと私は祈っておりますので、また皆さん、国境を開いて通常通りになったらモンゴルでお会いしましょう。ありがとうございます。また6月の分もアップロードしますので、よろしくお願いします。